きっとみんなまだ頑張っているんでしょ。だったら私たちも怠けてられない。そうだよね。Well, hello, how you doing, everybody? Welcome back to the channel, and we are going to continue our exploration of Teyvat. Hang on, where were we? I was supposed to get something for the husband or the girl. Let's see how close I am. もちろんあるよ。どの種類をお探しで？種類？一番品質のいいやつがいいよな。化粧。何も知らない他国の人間か。そんなことを聞くとは。金翼増強、山の花錦、氷美をたる千円。この三種類の芸商花を。それぞれ一株見せてもらえないか。おお、お客さん苦労とですな。隣の二人は召使いでしょうか。召使いなら旦那様より先に口出ししない方がいいぞ。This is what I get for gambling five money emergency food. He doesn't recognize me, so. さあさあご覧ください。何か質問がありましたら、ぜひ遠慮なく。育った環境や交配状況によって、芸商花の特徴は変わるが、店主が用意したものは、どれもいい状態で保存されているな。例えばこの品種。枝が生い茂り、数井が金の屋敷に隠された美人を思わせるこの様。緑の葉が長く育ち、その多くは水の条件が複雑な場所で成長する。そしてこっちだ。山の影や湿気の多いところにある芸商花は花弁が大きく育ち、花蕊が密集しているため香りが濃くなり、まさに花錦の名にふさわしい。最後の品種は枝も葉も花も密度がかなり低く、花が咲く時の香りも淡いが一番長く持つ。個人が仙人のもとを訪れるため山を登った時偶然見つけたものだ。しかし今となっては野生の芸商花の多くはリーゆえの地理の変遷により絶滅している。そのため現在は人工栽培の方が多くなっているんだ。She's looking somewhere here. はあ、旦那は詳しいですな。私もそこまでは知りませんでした。He probably just made that up. たしなむ程度だ。こちらの旅人の方が侮れないぞ。いつか大陸を踏破するものになるだろう。褒めすぎだぞ、勝利。それで、この三種類の芸商花のうち、どれを選べばいいんだ？店主、全部もらうぞ。またか！芝居を見るときは一番人気の役者を選び、鳥を飼うときは貴重なガビチョウを選ぶ。それが人生というものだろう。だが、今回三種類とも買うのは、俺の人生の心情が理由ではない。知らないとは思うが、伝統によると品種の異なる芸商花をそれぞれ高校にし、七天神像の前に捧げることで岩王帝君が気に入ったものを選んでくれるそうだ。こういう古い時代のしきたりや一部複雑すぎる伝統は
徐々に簡略化されていったがな。しかし、これは3700年間、七神の一座に属してきた神の創選儀式だ。やはり伝統に従い、高校を捧げることにしよう。ふん。それで、うん。モラは持っているか。またモラを持ってきてないのかよ、勝利。あいつやっぱやってんの、マジンマジン。お客さん、すみませんが、一つお聞きしてもよろしいですか。これらの花は元王帝君に捧げるものなのですか。そうだけど。はあ、それなら早く言ってくださいよ。あのゲーセン儀式の後、私も良くない噂をいろいろと聞きました。不吉なことは口にしたくないので割愛させてもらいますが、とにかく元王帝君のことが心配で、あの噂が真実なのではないかと気が気じゃなかったのです。元王帝君のためならお金は取れません。私からの気持ちということにさせてください。 Okay, so no charge anybody. That's good. ガンオウテイ君がいなかったら、私みたいな一般人の住む場所などなかったのです。過去にガンオウテイ君が歌を作っていなければ、この芸商花だって重宝されることはありませんでした。今まで見聞きしてきたリーユへの風土や人情って、神様が与えてきた恩恵の結果だったんだな。とにかく礼を言う。これで俺たちの憂いは一つ解消した。金を忘れてきた勝利のせいだろう。いえ、ほんの気持ちですよ。All right, then. 花は手に入れたけど、これをどうやって高校にするんだ。できれば高校を作れる職人を探したいが、俺の知り合いにそのような人物はいない。うん、勝利の友達はみんなお金持ちだろうしな。だから都市の中を探してきてもらえないか。普通の家庭の女性であれば作れるかもしれない。Wait, asking what? そういうことなら、いい香りのする女性を探せばいいんだよな。まあ悪くない仕事だ。七天神像の付近で待っている。高校ができたらそこで合流しよう。うん、OK then。冒険者協会に作れる人がいるかもな。嵐姉さんに聞いてみるか。確かリーユエ支部の会長だよな。400 meters away. Okay then.I can just take this chance to just act and let's have to do it. Hey, if you're waiting, we have to refuse. I'm waiting for someone. Who are you waiting for? A sailor. Oh, who? Well then. Okay, shit. that was a. Sorry to bother you. Oopsie. Ladies? Ladies?移動が汚染されてる。
からヒロシじゃなくてパパと呼びなさい。え？Can I push her? Can I push her? Can I push her? No. Okay. 汚染されてる。Oh, you. アラシ姉さん、手伝ってほしいんだけど。悪いね。もう長いこと依頼は受けていないの。他の冒険者は当たってちょうだい。依頼を出すほどのことじゃないんだ。ちょっとしたことだよ。You need it straight up. そういうのを使うような人に見える？なんだか小馬鹿にされた気分。でも、嵐姉さんから確かにいい匂いがするぞ。高校じゃないなら何の匂いだ？そう言われてみると確かに何か香るわね。You don't know? あ、もしかしたら戻ってくるときに積んだ精神じゃない？ずっと持ち歩いてるのよ。ああ、そっか。嵐姉さんも花を積んだりするんだな。薬に使うからよ。はい、この話は終わり。高校なら、キメンに聞いてみたら？キメン？キメン？あの占い師のお姉さんだよな。うん、確かにいい匂いがしてたかも。じゃあ行ってくる。Oh, getting, huh? There you are. あら？何かご用かしら？なあ、ちょっと聞きたいんだけど。You smell great. ごめんなさい。こんなにストレートに言われるとは思わなかったわ。でもあなたのことまだそんなによく知らないし。I knew this was happening. 普段高校を使ってるか聞きたいだけだけど。高校なら使ってないわよ。化粧品に香りがついてるから、それで誤解させちゃったのかしら。普段は埠頭の付近でお店を出してるから、高校なんか使ったら下心ありありの船員どもが寄ってくるかもしれないでしょ。そうか、残念だ。でも高校といったらウグイスの手作り高校を知らないの？ウグイスって春紅葉のあのウグイス？そうよ。彼女の作る高校はお金持ちのお嬢さんたちに人気でね。彼女が作ったものは市販のものよりずっといいって聞いたわ。やった！情報ありがとう。これでまた一歩前進だな。All right then.待ちくたびれたわ。え、どうしてオイラたちが来るって分かったんだ？ええ匂いがする人を狙っとる二人組がおるって聞いてな。なかなか来おへんから心配したんよ。ある意味
うちの魅力に対する試練やろ。狙っている？なんかオイラたち変質者みたいになってないか。噂が噂を読んでどんどん膨れ上がっとるよ。言葉は気ぃつけて使わんと。でも安心し、効果を作ってほしくて来たんやろ。どんなものがええ？いっぺんに三つも作らなあかんの？若いのに意外と欲張りやね。切羽詰まって言い訳しようとしとん？たとえ神さん相手でもこんな種類いらんやろ。嘘が見え見えやよ。なあ、この伝統は忘れられて長いって勝利が言ってたな。とにかく恋はしたもの勝ちとも言うやない。あんたが間違っとるなんて誰も言わんよ。はぁ、何言ってるんだ。はいはい、ほな作ります。その代わり助手をお願い。高校を使っとる間はうちだけ見なさいよ。 Just like I thought. Another fetch quest. さて、どこで高校を作ればええかしら。Making sweet sweet perfume. How about Yangling's face? あら、バーミンド？ええー、チョイスやわ。ほな、行きましょうか。Oh boy, I'm kind of hating this fetch quest. So many of them.Oh, it's just over there. Banmindo の料理を食べにいらっしゃい。 All right, then we're gonna fetch this one. 師匠に言っといたわ。そろそろ始めましょうか。責任の準備はできたやろか。Ooh, which one are you talking about here?助手としての責任やよ。Oh, brother. うちが準備しとる間にまずは水汲んできてくれへん？食べ過ぎたか。水質はぼちぼちやね。 Okay then. 次は合成台で芸商花からオイルを抽出しようか。 Sure, it's okay. Just pick up water behind someone's back door. I mean, a store. Wouldn't be contaminated with something. 高校の作り方は錬金術とはだいぶ違うんよ。こんな感じに優しく、キネを握って。She is way into this. 手のひらをぴったりくっつけた方が滑りにくくなってええよ。This is a lot worse than Lisa's morning voice, no? あとは、あんたの慣れたリズムでやったらええわ。ゲイショウバナの水分が。Oh, wow.okay, okay, I get it, I get it. やっぱ素質あるわ。すぐ理解しはった。ほんなら材料持って近くの合成台でやってみましょうか。3種類とも作るんよ。オイルの段階やと見た目がかなり似とるけど、高校ができたら違う箱に入れとるから。All right then, I guess.
That's enough wooing for a night, I guess. We're gonna continue this some other time. I'll probably cap this and then I guess we end the video right here. And thank you for watching, and we'll see you again on the next session, I guess. This is a little... let's just say weird episode. So we'll see you again next time, I think. Take care, bye bye.